困ったことになったわね。これが本当なら大事だぞ。何よ何よ、この人だかりは。面白い事件でもあったわけ？面白いことなど何もない。お前たちに依頼している古代図書館の調査でゼロ世界の手がかりが見つかった。世界には私たちがいるこの現実の他に108の異界があると言われている。お前たち魔法使いが英知の扉カードでつなぐ向こう側の世界のことだ。だがそのいずれにも属さぬ世界が存在する。それがゼロ世界。伝承ではゼロ世界の扉が開かれし時暗黒の時代が訪れると伝えられている。暗黒の時代だって笑えるよね。だがあの一つたかが手がかり一つであの騒ぎだ。騒動を収めるだけで一苦労だぞ。他の魔法使いも気味悪がって調査から手を引いてしまったしな。じゃあ私たちが真相を確かめてきてあげるよ。本当にゼロ世界に関係あるなら興味あるし。遊びではない。本当にゼロ世界に関係あるなら本気にもなるよ私。好きにしろ。私にはお前を止める資格はないしな。すれなくてもいいじゃない。古代図書館へは連絡を入れておく。無茶はするなよ。まあどうせ偽情報だろうけどね。それじゃあ行こっか。もちろん君も一緒に来るよね。
前に静寂を与える。やっぱりエセ情報だったみたいだね。ミニドラゴンの影にビビった魔法使いが焦ってギルドに報告した。そんなとこかな。まあいいや、帰ろっか。ん？なんか言った？貴様の導き出した。あ、逃げて！起きて！逃げて！相手の力をわきまえるくらいの知能は持ち合わせてるってこと？いいよ、相手。でも、それ…しまっ！失敗しちゃったよ。このまま、こいつを、ほっとくわけには…しょうがない…か…ごめんね。目覚めたようだな。まったく、よく生きていたものだ。図書館はひどいありさまだった。一体あの場所で何があった？私たちが駆けつけた時には魔竜の姿などどこにもありはしなかった。ただ焼け焦げた古文書と倒れたお前がいただけだ。私が聞きたいくらいだよ。一体ウィズはどこへ消えた？その魔竜とやらは死生剣をも上回る力を持っていたというのか。だとすれば国中の魔法使いの力を合わせても勝ち目などないのだぞ。すまんな、お前に当たっても千なきこと。今はゆっくり休め。そして全て忘れてしまえ。我々が何をどうしたと。この剣はギルドの…すまんな、
完全に失敗しちゃったにゃ。まだわからにゃい？ウィズにゃ、ウィズ。私もよくわからにゃけど、気づいたらこの姿になってたにゃ。にゃ。けど、君が無事でよかったにゃ。そんなに驚く必要もないにゃ。世の中不思議だらけにゃ。それより聞いてほしいにゃ。あの魔竜、私の勘が正しければ間違いなくゼロ世界から召喚されたものにゃ。私がしてやられるにゃんて、それ以外に考えられないにゃ。さ、決まってるにゃ。ゼロ世界は存在するにゃよ。こんなに面白そう。にゃ、私が猫になってへこんでるとでも思ったにゃ。読みが甘いにゃ。むしろ余計なしがらみがなくにゃってすっきりにゃ。にゃ、いつまでもこの姿でいるわけにもいかにゃいし、どこかにゼロ世界を悪用しようとしてるやつがいるかもにゃ。今はゼロ世界の手がかりが必要にゃよ。そのためには君の力が必要にゃ。もちろん手伝ってくれるにゃ。そう言ってくれると思ったにゃ。君にはあの魔竜を楽々倒せるくらいの大大大魔法使いになってもらうにゃ。Thank you.